さあスプラトゥーンやっていきましょう。今回は最強の歩き速度ということで、イカダッシュがこれ、まあ速いよね。で今回の歩き速度、ドゥン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 、まあまあ速いで武器光線銃は歩き速度をちょっと高めてくれる効果があるはずなので、これでね、もう圧倒的な歩き速度でもう相手を置き去りにしますよ、撃ちながらね。よろしくお願いします。弱くてごめん、そんなこと気にせんでよ、ぶっ潰してあげるからね、ほほー。ただね、歩き速度が速すぎて見ての通りちょっと塗りは大雑把になりがちかも。いきまーす。トゥルトゥルトゥル、もうなんか来てんね。うお、マジか。おい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 、弱くてごめんさんが立派にキル取っちまったの、お前それもうただの煽りじゃねえかよ。よし行くぜ、トゥルトゥルトゥル。まあなのでシューター同士の立ち合いにおいてはめちゃくちゃ強い感じ出てきますね。さあで塗り倒して、はい、もうブレてるぜブレてるぜ、狙いがとっとこブレ太郎だぜ。うい、イカの方がなんなら遅く感じる。壁塗っときますよ、ドゥルッドゥルッドゥル。気をつけろ、弓も鬱陶しいね。さあインク回復が追いついていない。ドゥルッドゥルッドゥル、やべやべやべ。さあぬるぬる動いてますね今回、素晴らしいよこのぬるぬるっぷり。よし、ぬる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 、うわー先読みされたー、くそー。だが復活は早い、エナスタの効果だね。じゃあぬるぬるいくぜ今回も、ぬるぬる。そう、さっきまでそこにいたはずのやつがたった歩いてるだけでもうこんなところにいるというやつだよ。ぬる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 、よし塗りって塗って塗って倒す、ぬるぬるさすがにチャーの車線から逃れられるほど速いわけではないということだね。くそあいつ、名前で煽りやがって。そう、チャージャー扱いに謙虚な姿勢を求めることがまず間違いだったんだぜ。あいつらは遠くから一方的に俺たちの命をあやめて、北斗エンデルに違いねえからな。うい、うわ、うち、さすがに足元をインクに取られると安全靴履いてるわけではないので、その辺は安全じゃないからね。さあー安全なんで、ある意味そう、圧倒的な機動力をもってして安全を確保している。ぬるぬる、思ってるより早く接近してやるぜ。ぐっ、押し込んでるから勝ちでしょ。9番投げたかったですが塗り勝っていると言いたいが、さすがにこれどうなん、さすがに塗り勝って、あれ、でも敵陣地汚い、ほら敵陣地汚いせいで負けたまあこういうことよ、機動力ってのは嘘をつきませんから。今回はこの調子で頑張っていきましょう、イエーイ。さあ縄張りバトル2戦目、またチャーが奥にいるね。名前がすげえわかりやすいからさ、行くぜ。ではさっきは自陣塗りの差で勝ちましたから、やっぱ塗りって大事なんだよね。でもそうなってくるとこの歩き速度っていうのはなかなか災いするかもしれない。綺麗に塗るという行為をやれ。僕昔これのことを、歩き速度のことをなんか立ち歩きって言ってたんですよ。立ち歩き以外の歩きってあるんですかね、這い回るんですかね。おい、ブレてる。そう、圧倒的なこの歩き速度の前にはグエー、先に向こうとマッチングしまった、仕方ない、これはもう仕方ない。同時ぐらいだったら勝てるんですけどね、先にやられると足元取られるからね。さーって塗りながら、まあこうやって歩きながら塗って前線に合流できるって意味では
やっぱ歩き速度強いかもっすね。壁塗っときますわ。危ないですわ。くそーっと一発必要だった。さあでも俺は諦めないぜ。敵陣への突撃をよ。向こうよりこっちの方が塗りは強いわけですよ。あーくそー、スペシャルにスプリンクラーまで添えられたらきつい。さすがに塗りがやばいっすね。ですがお相手自陣の塗りをちょっとおろそかにしてないが、僕が突撃した跡が残りまくってますね。それ残しておくと災いするぜ絶対。あーイカ速おっせえな。何なんだこれ、歩いた方が早いんじゃないのもう。うおつうかあの人さっきからあれやりたいだけだよな。ずっとそこにいるよな。さーてじゃあ左がおるすってこと。どっちにしろあのチャーは鬱陶しいね。移動してんじゃんあいつ。俺俺くそ翻弄できたのに。エルフの剣士ぐらい翻弄していかないとね。いきます。そしてスピードは暗黒騎士ガイアのごとく。完全に上を取っている。何じゃー、くそ飲んどいてよかった。すぐ戻れます。ここら辺塗るしかないでしょう。うおまたあいつ。歩きはチャーのかもだな、こうしてみると。向こうもモデラー2とかいたから、これは。いや、でもさ、僕が塗ったところまだ汚いままなんだが。ざまぁ。オッケー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 。だから、綺麗に自陣塗っとかなきゃダメなんだってばよ、これ。オッケー。あれをもうちょっとなんかボム1個分でも潰してたら、これは逆転ありましたね。自陣塗り大切でしょ、こうしてみると。あれを残しているから、この 2% の差が生まれてしまう。さあ、縄張りネギトロでございます。よろしくお願いします。一部金網ありますね。強く出れるかもよ。お相手はスクイックリンとクーゲルか。よし、行くぞ。じゃあ、まずは攻め込みますか。こういうところ塗っておくと便利よ。バレたでござる。刺しといた。しかも右から行ってもメリットないじゃん、ここ。左から行こう。はい。左から行きまーす。塗ってないからちょっとバレねえかなーと思ったんだけど、バレましたね。この野郎。はい、うわー、ここ!よし、ぶっつぶせー!激しい戦いになってきましたね。にしてもあっちから本当に行く手段はなさそうだな。さーて、ねり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 歩いていきたいところだが、この野郎、やっちまったぜ。でも今ちょっと必殺の隠れ場所を思いついたかもしれない。暗殺向けの、あ、気のせいですわ。濡れませんわ。あーばいよ。あーやべ、エナスタバリアー、ぐえー。ちょっと敵陣を濡れたが、向こうがあれを残してくれることを期待しますよ。あれぐらいだったら見捨ててもよくない?その塗り。おお、ちょっとだけ残ってますね。でもあの程度ではちょっとな、手柄を主張するにはちょっと塗り面積が少なすぎるぜ。ですが今のところ塗りではあっと、
ぬるっと来てぬるっと退場する。動きがぬるぬるしてるだろう。これだけはグエー、ナイスナイスナイス。ちょっとこっちの塗りの傷が深くなってるぜお相手。その塗りほっといていいのか。その塗りで負けることになるぜ。いやーバレた。そらバレるわ。真っ先に警戒されば散々奥行ったもんな。さあお相手の陣地ちょっと汚いぜ。他の方が塗った場所が今度残ってんな。僕の塗ったところは潰されちゃいましたが、どうやらこれは勝ちですね。うい、今回お相手塗ってる方ですけどね。うん、でもやっぱ綺麗に塗った敵陣地を潰すってのは気持ちいいもんですね。歩き速度じゃなくてもいけるかもしれんが、まあその辺はあれだな、打ち合いの時に発揮されるな歩き速度は。さあ再びネギトロです、よろしくお願いします。なおすけど、りょうもなお、よろしくな。じゃがりこポテトに後ろ任せて、うーわノーチラスだ。一番苦手なスピナーじゃね、下手したら。いきまーす。こっちはなんか銃口が細長い感じだぜ。よし、エナスタをさ味方に配るもんじゃなくてただの壁にしてるのはどうかと思うんだよな。くそ、さすがに上から重なってくるこのモップリンのそれとナイスなコラボレーションだぜ。歩きながら塗る、塗る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 、これだけで十分塗り状況は改善していく。だけどインク効率が微妙によくね。うい、ぬるぬる、これはチャンスだね。どこがだよバリアー。ほなわいは変えるんで吸盤隠しとくわ。引っかからねえか。センサーついてるからな。ぬるぬるでも限界はある。スピナーは無理。スピナーはぬるぬる横歩きではカニ歩きでは回避できない。故にスピナーはこの作戦の苦手とするところ、ごまかし効かねえんだよな。さーて、ここら辺は許さないよ絶対に。この差で負けるのはごめんだ。なんならこの辺も塗っておくか。一発足んねえ、やられた、気をつけて。どうだ、すぐに応援に行く。塗りながらね。でもあっちなんか意外と今おとなしいから行かなくていいかもとも思ったら、おい、いやらしいな、おい。なんか溺れてるやついるぜ。あばよ、そう簡単にやらせるか。ぬるぬると進軍。お前は弓に見捨てられたんだよ。結局両方死ぬことになるぜ。そこ任せていいか。よし、こっちは任せろ。いかん、もうこの出っ張りなんのよこれ。この手すりなんなんだよ。足つまずかせるだけじゃん。現実世界で考えてみろ、あの手すり何の意味あんだよ。ガッていくだけじゃん。もう下手したら足グワンいくわ。グワングワンやぞ、グワン。くそ、やべえ、行ってくれ。よし、いやでもあれ柱の上に乗ってしまったか。どうだ、おー、柱の上に乗ってなかったら感もあるぞこれ。あそこ塗る時間はありませんでした、畜生。こちらにもオレンジが侵食している。胸
さあ、金目だ。よろしくお願いします。行くぜ。うん、行けそう。よし。しかもそこそこに歩き速度使いそうだぞ、これ。さーて、では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 、ここら辺は塗っておく。いざって時のためにね。よし。さあ、そのいざって時は意外と早く訪れるかもしれない。こんな感じでなー。オッケー。ここの移動が超早いのよ。入れ違いだね。さあどうする。おい、後ろから撃つのは卑怯だろ。悪い、帰る。おっかねえ。おら、相打ちできないか。くっそ、3人がかりは無理っすよ。よし、よくやった。こうやって敵陣のあれにね、こう迅速にいけるからね。もうこのままここをすでに塗って、そう、自陣塗りもちゃんとしますよ。やることやってやりますよ。よし。で、お相手の陣地はだいぶ汚いまま、また後でお邪魔するね。今はちょっと自陣固めましょう。つうか、もう完全に前線が前に移動してら。とてちでとてちで。よし。お相手はまだ気づいて、おお、なんかすごい距離出てった。おっ、うわー、ドリンクは飲んだか。胃袋に入っていない。直すけど、くっそー、まだ汚いな。ここ塗っておくぜ。おお、すまねえ。そこは吸盤に任せる。どうしよう。自陣も完璧にこなす。自陣下ろすとかにして、あれやったらただの地雷っすからね、マジ。よし。まあ、なんならそれでもギリギリ成果はちゃんと残さないと危ないやつなんですけど、塗った塗った塗った。うー、マジか。あれは火炎か。いや、デュアルだ。くそー、射程長いんだよなあいつら。思ったよりデュアルも長いということか。さあ、なんとかして、お邪魔しまーす。このタイミングで来られるのすげえ嫌だろ、お前ら。だからやるんだよ。まんべんなくぐちゃぐちゃに汚してやるわ。なんのアーマーやねん。復活したてのやつ。ほれ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 。よっしゃ、みんな行くぞ。俺に続け。俺は敵だから。すっげえ大陸横断って感じ。どっせい。でも意外と差はつかねえもんだな。まあ僕がこうやってね、アウェイ方面に向かうたびに中央は3人だったりするから、まあよっぽど暴力的な成果を残さないと、そう、気持ちいいだけで案外結果は出ないということですね。では皆さん、お待たせしました。本日のガチャのお時間。言うてキルもそんなに取ってね、平和主義者だからね今回。回すぞ。今回は3連ガチャかな。いきます。ライバルに差をつけろ。おませな会社員。はい。どうでもいいよ、もう。お、赤！いらねえ。